するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。トーン3曲1本場開始です。皆さん手配を開けてください。はい。さあ今回大井さんはなんちゃドラが白です。これうまい人上がれるぞ。はい、これうまい人上がれるね。これはどういった役な、あ、本一か数アンコなんで何にしていくか。だ教託がさ2000点落っこってんだよ。そうですね、うん、一本場で教託あれを欲しがるのか欲しがらないのかって話になっちゃうわけだ。どっちですか葵さん。欲しがらんここからなんですね。数アンコと本一なんだもん。いらないよ。チーソーかっこいい赤入りだよ。そうですね、非効率出ました。非効率赤ないしドラないし、はい、いやもう行きますから見ててください。わかりました。どっちになるんでしょうか。これが嘘嘘とか赤いが1枚でも入ってたら、うん、こうしないんですけど、うんうん、これはねちょっとねチャレンジしてみます。高春チャレンジ。チャレンジ、これはねラスオラに親があと2回あるっていうのも含めて。あ、なるほど。でこれね泣かないとね面前難しいですよ。確かに結局この人とローピンとペイっていうのはもう出ちゃうんで、まあ、出ちゃうんですよ。今ペイ出ますよ。行きますよ。これペイです。これペイですよ。つぼ切りでした。はい。つぼ切りの Q1。 つぼ切りだけ覚えとけばいいってね。つぼ切りだけ覚えてです。おいさんがおっしゃってました、はい、序盤はつぼ切りだけ覚えてください。チューンはドラ表、シャーは場に1枚。これはねここはねやあのロースを切っちゃいけない。なんでシャアなんですか。やっぱり本一よりも数アンコの方が高いわけで、はい、次のツモがローソーだとひっくり返っちゃうんで、はい、これはダメ。チートイツもやっぱギリギリまで見てドラが白なんで、今次に僕が白持ってきたらチートイツにシフトチェンジして2枚切れのチューン打つかもしれないんで、その辺のことはねもう高い手が好きな人も安い手が好きな人もみんなこれドラが白で1枚を持ってない時は常にチートイツを意識してください。はい、なるほど。この辺はもうねいらないね。このね、はい、ローズはさよなら。ちょっとチューンが場に3枚目になりましたね。だからこれねそろそろわがままばっかり言ってもう泣ける季節を通り過ぎちゃったんだよ。え早くもですか。トイメンが3万切ってチーピン切って、はい、トンバのトン切ってるんでもう全もうまっすぐ行きますって宣言したんですよ。はい、もう絶対にあの上がりに行きますよと。そのこの教託2本は私のものですよって主張してるんですよ彼が。だから、はい、リーチ必ず来るんで見ててください。もうん数アンコ2つ目のアンコができました。トンとチュンが2枚切れずつなんで、はい、どっちを切るんですけど完全、はい、どっちも一緒なんですけど一応変な短期の時にはなんかあ一緒だな。だけど1人の現物なんで一応2人トンは2人の現物なんで、はい、これどうしようかな。ペイ出たらなポンって言えるかな。練習したかポン。今出たら泣きますか。泣かないですね。じゃあなんで練習したの。じゃあなんで練習したの。いや泣くんだ意外だなと思った。同時に出るかもしれないじゃん、ね、同時にペペってねペペって出るかもしれないじゃん。その時の練習、うん、高春さんですもんね。同時に泣きのための練習しとかないと、はい、発声練習しとかないです。それはさすがに泣きますか、うん、そうこういう時にキューピン。これキューピン山だろ。キューピンあちょっとちょっと待ってね。これパーソンもションパイなんで、はい、数アンコのためのこれだってパーソン見て。僕の皮パーソン明細聞いてるでしょ。僕の皮でパーソン当たったことないでしょ。あそれキューピンつもぎでしょ。僕の山にいるって言ってんのに。ねつもぎでしたね。あれ絶対僕のだよね。安全牌には余裕があるって判断できたからトーンも切れたってことですか、うん、まあ、自分がどんどん行くしってことですか、ま、これとこれとこれとこれ重ねて、まあ、数アンコ臨シャンテンなんで、いけますね、はい、うんうん、収録ですよ。数アンコかかったらもうだってヒーローになれるじゃないですか。僕ヒーローになりたくてマジやってんすよ。これ必ず浪装。でもどこで買ったんですか。ちょっと待って、ちょっと待って、これ怖く、自分が怖くて黙っちゃった。どうします、どれ残します。リャンピン場に1枚わかんねえ。キューピンが場に1枚。あのね、3アンコだけを考えたら絶対にこの辺、これかこれ切った方がいいんだけど、うん、だって3
ニャンピンとか3ピン、数ピンも有効牌じゃん。だけど僕は3アンコをやるために麻雀やってるんじゃないんだよね。生まれてきたんじゃない、うん、3コンだ。アイアムはヒーローだからさ、うん、ここはね、ニャンピンを選んだわけですね。ここはね、ちょっと待って、ペイ、もうペイは絶対ポンしないんで、ちょっと待ってよ。ペッペってなったんですか。ペッ、いやペッペ、あ、なんだ、キューピー、今手出しでしたね。今手出し、持ってた。じゃペンちゃんターツを払ってって、そうだね。ってことですね。だったら言ってくれよ。しかも他にちゃんと頭もありそうですね、ああやってキューピン切るってこと。まあ、もうこれほんとやめてよ。ほんとやめてよ。だるいわ。テンパイと呼んでいいですか。どうします。でもおいさん、こんなために生まれてきたんじゃないですもんね。いや、生まれ変わろうかな。だってさ、これなんすごいですよ。3個って何点だった。3200だろ、はい、3200は3500だろ、はい、で、教託が2本あるだろ、はい、5500。もうそこはね、53あたりが早いんですよね、計算ね。5500だろ。ちょっと待って、一旦教えてもらっていい。冷静になりましょう。 CP ヤンマにいるかもしんねえし、プレイもいるから、はい、一旦こう切ってね。今デカルどうするんですか。いや、ちょっと待って、いや、そんな意地悪言わないでくれよ。だから上がるんですか。ちょっと待って、0.1 で、どうぞ、バニー1枚切れのパーピー上がるんですか。大井さん、リーチが入りました。上がる。これ上がる。ここで意見がまとまりました。トイフェンのリーチ、シーソー切りリーチですね。だからでも宣言、あれは合ってたでしょ。合ってました。まっすぐ来てましたね。で、で、あれは、はい、実は、うん、ウーソーとチーソー切ってリーチなんだけど、あの、あそこの間にツモ切りが本当欲しかったの。あの、要するにここの間につもぎりが2つぐらい入ってからとか、まあ、手出しが1個入った方がいいかな。手出しが1個入ってからつもぎりじゃない、失礼、手出しが1個入ってからリーチって言ってくれたら、もう6級層だろっつって、僕持ってるし、無理、全部6級制限全部押してやればってなるんだけど、あれだと感動層を単純に払って普通に、サブローピンとか結構あるのね、うんうん、でも僕こんだけアンコなんだから、もうこれ僕があんこで潰してるんで、うん、彼の街はどれかね、フルセッツです。今のままだと危ねえ。あんこすひーふーみーよひーふーみーよ。どうするんですか。知らんがな。行きました。サブローピンでいいよ。サブローピンとロッキーストでいいよ。わかんねえもん、街マンズわかんない。これマンズわかる人いないから。いやいや、フルセッツフルセッツ。街はカンパーピン今出ても上がります。おいさん、僕上がりますよ。だって6500点だからね。うん、これやパピも山にいそうだしさ、持ってないのも2人持ってない、2人持ってないから。やっぱりこのつもりすわんこだったり、うんうん、あんこになったりの代わりがあるのでリーチを打たない。これペーあんこったら、ペーあんこったらどうぞ。あのね、リーチしちゃおうかな。チーピンスタンのすわんこどんじゃ上がるかもしれないんだよな、うん、リーチしてもこれペーかな。西現物ですね。これでもさ、チーピンは早いからさ、両脇はさ、パーピンぐらいフィット押してもいいんだけどな。ローピン来たらどうするんですか。ローピン来たら、あの、はい、キューピン切ります。あ、切って両面のウッパー、それから感謝します。もうどっちがいいですか。どっちがいいんだろうな。ちょっと待ってな。な、ウーピンがバニーゼロだろ。はい、このルールで教託が3つ起こってるんで9切ってリーチします。ローピン引いたらね。なるほど。でもこれローピンないよ。ないですか。あの神茶の方がローピン1枚ぐらい持ってないと、うんうん、あのピンズの真ん中を持ってないとおかしいんで、捨て牌確率的に、うん、よっこらしょのしょ相撲です。積もりました。これはテンパネですね。カンパーピンいましたね。積も3万個1300 2600一本場です。はい、1400、2700でございます。大井さんのつも上がり初めて上がりました。おめでとうございます。初上がり上がりましたね。いや、これは本当にね、危ないところなんですよ。実はあのリーチもね、これ両面リーチなんで、ちょっと見てみましょうか、はい、皆さん手早く開けてください。どうせサブローピンでしょ。あ、全然違う、入り目でしたね。チェウッパーワンでした。やっぱり単純これが1個手出しが入ると6級層だって言ったんだけど、はい、このままダイレクトだと払ってあるマンズはしょうがない、分かんないって言ったから、はい、いやーすごい高いのあれですね。そう、これ以外は全部全ツ。しかもドラが今回全員持ってなかったの。僕怖いんだよ、赤もないしさ。でも決めました。決めたね。1326、はい、おじさん、なんと初上がりで親を迎える形となりました。次回楽しみですね。やってやりますよ。さあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。